皆さんこんにちは本日の手話講座では家族を表現する手話を紹介しますそれではやってみましょう 片手で4を表現して、これを使って一人ずつ表すと分かりやすいです。今回の手話講座は以上です。皆さん、上手にできましたでしょうかできるまで挑戦してみてください。